あやです。はやです。かのです。今日は。加藤さん何食べとる？お腹空いたからといって髪の毛のピンは食べないでください。うん、食べてない。食べてない？セリア、あなたたちなかなか行かないですよね。なので今日はセリアさんで、あーなんかこれ初めて見たなとか、ちょっと変わったなこれとか、あと新学期に向けて欲しいなっていうものを一人3つずつ選んできてください。いいですか？基本あなたたちの欲しいものだと思うので。じゃあ行きますよ。せーの、レッツトライ。あやはやチャンネル。100円ショップの方から帰ってきました。はい。なんか新しいものとか欲しいもの見つかりましたか？はい。見つかりました。じゃあ、ド定番で持ってきそうな早から紹介してもらいましょうかね。どっち？あ、3つ買ってくださいって言ったんだけど、なぜか早は2つだけ買いました。はい。はい、でもで、はい、水のりです。ああ、水のり。はい。これなんだ。学校で？はい、使います。必要なもので買ったんね。はい。学校になかった？あったんですが、もう1年前ぐらいから海苔の量がないない。1年前に買ってくださいよ。学校では水海苔とスティック海苔を使い分けて授業してるんですけど、水海苔の方がなかったことに1年経ってようやく気づいたようで買ったそうです。3年生の時全く使ってなかったもん。学年によって使う使わないはあるかもしれないので、まあでも新学期入る前に気づいてよかったと思います。はい。じゃあラストになるのかな。はい。せーので、じゃん、ポケモンカードのケースです。ママも気づいてました。ハヤの部屋ね、ポケモンカードえらいことになってるんですよ。はい。そろそろなんとかしてほしいと思ってたんで、まあ、買ってくれてよかったと思います。ちなみにもうこれ1個分パンパンですね。すごい増えたもんね。うん。まあその箱から出てる分を見たら捨ててもいいってことだよね。やめてはい、ちゃんとしまってください。はい。じゃああやさん、今年中学校上がる子何を買ったのかママ気になります。1つ目はこちら、マスクケースになります。そういえばさ、あやさんたちさ、この病気にかかる前はどんなマスクしてました？ウレタンマスク。あやさんはウレタンマスクでね。はやは布マスク。布マスクでしたね。それはね、変わったんですよね。何に変わりましたか？不織布マスク。はい、こういうマスクですねに変わりました。もう慣れちゃった。そう、で慣れてしまって逆にこっちの方が使いやすくなった、うん、使いやすくなったと。ただね、問題はこれで1日やれるかって言ったら、何かの表紙に汚れたりすると替えが持ってきづらいんだよね。でキャラクターものとかあるんだけど今さら替えないっていうことで、中でもね一番可愛い柄ね、と買いました。チャック式とかボタン式もあったんだよね。なんでそっち選ばなかったの？出し入れがめんどくさい。あ、なんとなく分かりました。シンプルな方が荷物減りますしね。はい、ということであやさん、1個目のアイテムはマスクケースになります。2つ目はこちら、コンパクトホッチキスです。あれ、自分用になかったっけ？ないよ。パパのを使ってたんだ今まで。うん。なので家用のを買いましたと。うん。ホッチキスって何やったっけ？あの書類と書類をパチンと止めるやつ。どうやって使うの？現代やな。あれ、え、この中にあるクリップをこの中に挟むことにより、でそれぐらい知ってるわ。あ、結構おるやん。あ、結構おるやん。あれ、表裏って入っといて気をつけよ。こう、うん、そうそうそう。え、それの芯も入れたことなかった？あなた、あの先生の入れたけど壊しかけたで先生にやってもらった。じゃあちなみに紙、もうこれで完成や。完成って、もうさっきのでいいんやって。おかしいやろ絶対。え、いや、もういいやって。うるせえよ。いて、いて。なんで、何をどうしたの？怖い怖い、ホッチキス怖い。なんかついた。痛い、手が痛い。なんで？セーブちれてないし。行くよ、行くよ。ロックとセットってあるんだよ、見てみて。コンパクトにするときはロックにして、そうそう。で、使うときはセットとしとる。小学6年生になったらホチキスの針を入れられない子がいるなんていうことは。いや、入れたし、入れたよ。針は入れるって。それもちゃんとセットしてパチンもできないってことだし。だってこんなもん使えへんやんか。普通にみんな開いてるやつばっかだよ。はい、ということであ
あやさん、新しい道具を手に入れました。はい、ラスト。ラストはこちらです。セリアのアルコールマーカーです。あれ、でも前持ってなかった。持ってたよね、うん、持ってきてもらったけど。こちら、あれ、太さが全然違う。え、リニューアルしたってことで間違いないですか？間違いないです。うわ、太さ変わった。あの、あれみたいだね。あなたも持ってるコピックに近くなったね。可愛くなったよね、細くなってね、うん、新しいペンにリニューアルしたんだよっていうのを療養中に知って、今回試しにあやさんの好きな水色、はい、青色系統が入ったものを購入しました。はい、旧のセリアモンカクルクル、おい、結構こう、え、サラサラーン。なんかどっちとも筆ペンみたいな感じだね。うん、コピックに近づいた感じ。でもあやさん的には新旧だとどっちが使いやすい？新。発色はでも前の方が良さそうな気がするよね。うん、同じ。これが薄い色っていうのもある。まあでもこれこそ本当に好き好みあるよね。でも旧のペンはもうほとんど売ってなかったんだよね。うん、何で拾いとんのか。潰された。はい、ということで、あやさん、今回はペンとホチキスとマスクケース、はい、の3つを買いました。カノさんもね、欲しいっていうものがあったんだよね。人形に使う歯磨き粉と歯ブラシみたいなおもちゃが欲しがって、ママ買いました。で、あともう1つワッペンね。カノさんさ、ほら保育園行くときにさ、スモックをさ持ってかないといけないじゃん、うん、でスモックをチェックのやつを買おうと思って、それにワンポイントとしてアイロンでつけられるワッペン買いました。結構手軽やな。うん、意外にね、100円ショップのね、こういう手芸関係っていうのは充実してるんで助かってます。あいさんたちのところもよく使ってました。え、100円ショップとかはね、どんどん新しい商品が入ってくるので、ニュースとかもたまにやってるよね。これが便利でもベスト3位ですとか言って、ちょっとそれも期待して見に行ったんだけど、なかったんだよね。まあ、こういう商品を見つける楽しみもあるかもしれません。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。それ開いとるな、踏み潰すな。怖いな。どっちが先頭なの？あやに走ら、パパが走らせなあかんねんけど、あやさん、そのマスクしていいの？うん、しなあかんねん。外で死なあかんねやお。おっさん息苦しいな。そのペンの潰し方何やったの？だめだ、見よ、明らかにペンとか違うの。なんでこのスロスロって言うの？最悪やったの。二人死にたし、やめてよ。なんで、はい、やってくださいね。なんで絶対筆ペンとか使えんタイプ。